よーし、ノートパソコン、今から筋トレを始めるからな、頑張れよ。んー、よいしょ、よいしょ、そうだ、その調子、その調子、頑張れ。おー、下がって、上がって、下がって、上がって、どうだ、疲れてきたんじゃないか。そうだ、今日はこれはあと5時間やってもらうからな。ほい、あ、今、ノートパソコンと筋トレしてたのに、なんか電話がかかってきたんだけど、なんだよ。はい、もしもし。あーら、赤坂くん。おかんですか？今日言いたいことがあるのよ、赤坂くん。ご報告よ、ご報告。私、なんとね、別荘を建てたのよ、別荘。どうせ、しょぼくれた別荘に住んでだろ、だとしても。いやいや、本当に素晴らしいからね、赤坂くん、来てちょうだい。待って待って、別荘に引っ越したの？うん。ってことは、もうここの家来ないってこと？だ、別荘だから、二つ家を持ってるね。だからそっちも来るわよ、もちろん。いや、もう来なくていいよ、こっちの家。お前はもう一生別荘だけで暮らしとけ。なんてこと言うのよ、赤坂くん。ちょっと気になるから一回だけ言ってあげるよ。あ、ほんとありがとう。じゃあ住所こ、なんか今住所を教えようとしてたな、あいつ。はい、どこ住所？赤坂製の、赤坂市赤坂町赤坂区なのよ。オッケーオッケー、これ視聴者さんに全部教えるから。あ、さあ、おかんに言われたとこら辺にやってきたんだけど、なんだこれ、なんか土の川みたいのがあるし、もしかしておかん、ここに引っ越したって言うんじゃないか。あれあれ、ここはなんかお前さ、おかんと建築バトル動画みたいなの撮った時に俺が作った家だな。そう、この動画でね、俺ね、こういう家を作ったんだよね、前。これ、でも俺の家だしな。これじゃないか。おかんはどこらへん、あ、いたー。おかーん。あーら、赤坂くーん、こんにちは。なんだよ、俺の家にいんの。あら、赤坂くん、真正面を見てごらんなさい、この家の。ほら、こっち来て、こっち来て。いや、だってこれ俺が前作った家じゃん。ほら、は？私の家にしちゃいました。うん、赤坂くんがね、この家あんまり使ってなかったから私がやったのよ、ここに。いや、すごい豪邸でしょ、赤坂くん。うん、私が勝手に改造したからね。ちょっと危ない、これ。いてー。お前、何無許可で勝手に俺の家、お前の家にしてんだよ。だって使ってなかったじゃないの。いいじゃないの、別に。使ってなかったとしても、せめて許可ぐらい取れや。いや、絶対許可出さないじゃん、だって。いや、わかんないじゃん、もしかしたらほら、許可オッケーかもしんないじゃん。じゃあ、赤坂くん、お、ね、が、い、ダメでーす。ほら、見たことか。うん、だからダメなんですよ。だから、今すぐあれを撤去しなさい。嫌なのよ、ここは私の新居なのよ、豪邸なのよ。プール気持ちいいな。気持ちいいわ。あれ、なんか、あれ、なんか、あれ、苦しそうだね、なんか苦しそうだね。あ、アホだね、お前。誰がアホじゃー。勝手に俺の家を丘の別荘にしやがって。こうなったらあいつにドッキリをするしかないね。丘の別荘を、まあ俺の家だけど、まあ今は丘ってことにしとこう。丘の別荘を少し続く小さく改造してみたー。お金バレないようにこの家をね、ちょっとずつ小さくしてたら、お金いつ気づくのか、やっていきたいと思います。うわ、なんか運転してる。危ないな、あいつ。危ない危ない。こわー、ぶつかってるぶつかってる。何やってんの、何やってんのこいつ。おかんの地盤がムカつく人はチャンネル登録と高評価お願いします。あの顔面腹立つよな。おかん、なんか事故りすぎてどっか行ってる。もう降りろー。おかん、ちょっとさ、今から買い物行く予定とかない？ないわ、私はこの工程をね、舐め回すようにね、あの味わうからね。買い物に行く予定がないなら予定を作ってください。なんで？おかんって好きな食べ物は何だっけ？私はクッキーが大好きなのよ、クッキーが。今クッキーがね、近くのスーパーで3000円のところ5000円になってるらしいから行った方がいいよ。本当に？行くわ行くわ。5000円が3000円。ん？ん？3000円が5000円？赤坂くん、それ高くなってないかしら？え？いや、気のせいだよ。3000か5000。あ、大丈夫か？3が5。あ、安いわね。よし、オッケー。行ってきまーす。レッツゴー。あいつ、ほんまにアホやな。2000高くなってんのに気づいてね。よし、じゃあね、今のうちにこの家をちっちゃくしていこう。その前にね、この家にはね、巨大なプールがあるんだけどね、最初はこのプールをちょっとね、小さくしていこうかな。もう、おかにね、このプールの広さはもったいないんで、そうだな、じゃあ、せーの！ま、こんぐらいだよね！ま、おかにはこんぐらいのサイズがお似合いだと思うから。
ちょっと待って、これちっちゃくしすぎたな。この額少しずつ小さくしてみただからな。全然少しじゃねえな。さすがにバレる気がするからな。もうちょっと増やすか、さすがに。さあ、どうでしょう。まあまあまあ、おかん目悪いし気づかんやろ。さあ、これで。ああ、今帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた。おお、ぶつけるのが当たり前なんか、こいつ。おい、赤坂、クッキーが安くなってなかった。いや、だってお前3000から5000円だから2000円値上げしてんだよ。あー、騙された、この詐欺師。いや、詐欺師っていうか、お前がアホすぎるんだよ、それは。バカ詐欺師め、バカ詐欺師、バカ詐欺師。あなたはプールででも泳いどきなさい。あー、プール、いやー、楽しいなー、プール楽しいなー。あら、いいわね、赤坂くん。あ、全然気づいてないっぽいぞ。あ、全然気づいてない。こいつ、待って、おい、また自分から溺れそうになっとるやん。やっぱ私泳げないのよ。この浅さやぞ。助けてよ、カタカタ。いてー。あ、ありがとねー。いてー。よし、まあ、全然まだまだいけそうだから、次はね、この家をちょっと小さくしていこうかな。おかん、さっきクッキーがね、3000から5000円ってのは嘘だったけど、おかんってどら焼き好きじゃん。どら焼き、うん、どら焼きのあんこの量が今80倍ぐらい増えてるらしい。80倍、それは気になるわ。赤坂くん、行ってくるわ。ちょっと80倍は気になるわ。しかもお値段がね、いつもは1000円ぐらいなのに80倍になったことによって8万になってるらしいよ。8万、それは行くわ。赤坂くん、ちょっと安い安い。1000円が8万円。1000円が8万。よーし、赤坂くん、行ってき。赤坂くん、それは高くなってないかしら。赤坂くん、いやいや、今度こそ安くなってるでしょ。え、だって1000が8。え、だって、よかちょっとよく聞いて、1000円が8倍になってることは割る3ってことですよ。割る3が8になってるってことは、3たる3が4になってるってことなんで、つまりは安くなってるんですよ。意味がわからなくなってきたけど、とりあえず安いのね。そうですよ。よーし、あー、こっちじゃないわ。よーし、行ってくるわ。よし、むちゃくちゃなことを言えば、あいつは頭が悪いから騙せる。ブンブーン。次は家をちっちゃくしていきましょう。いやー、それにしても俺が前作ったこの家、本当におしゃれだな。うわ、なんか、なんか家の中にもこんなのあるし。よし。ということで、最初はね、こちらに高級車をね、収納するスペースがあるんですけども、こっからですね、こっから、ここまでですね、今から、埋めたいと思います。それでは行きまーす。埋めますよ、今からこの空間を。せーの、ドリャー。さあ、ということで、埋めて小さくなりましたね。さあ、今ここにはね、収納するスペースがあったと思うんですけど、はい。あー、埋まってる。埋まってます、高級車たちが。いや、てか、これ俺が買った高級車なんだけど。俺が買った高級車を自分から埋めていくの嫌なんだけど。まあ、いっか。まあね、埋めるじゃなくて、ここをね、一気に消すってなくすでもいいんですけど、さすがにいきなりそれやるとバレる気がするんで、最初はね、とりあえず埋めるだけにしときましょう。よし、じゃあお母さん帰ってくるの待とう。おー、なんかいたわ。あー、あーよー。トップのお前。引かれるとこだったわ。おい、赤坂、安くなってなかったし、なんなら高くなってて、あんこも少なくなってたわ。どういうことや、赤坂くん。全部違うじゃないの。真逆だったけど。まあ、まあまあ、いいんですよ、いいんですよ。よくない。ちょっと待って、赤坂くん、私の顔がなくなっている。なんだこれは。おい、他の顔なんていらんやろ。いるから。おい、いらん、いらん、いらん。いる。あー、そんな、私のお顔が。よしよし、じゃあちょっとそうだな、なんか案内して、案内。じゃあまずはこの水があって、中さん、ほら、これこれすごいでしょ、これ私が作ったのよ。よいしょ。で、赤崎こっちにね。やっぱ案内しなくていいわ。なんで。バレそうだから。バレそう。ああ、はい。バレそうって何よ。なんかしたのかしら。じゃあバレーボールしそうだから。あ、バレーボール。あー、赤坂くん、バレーボールができるのね。私は全然バレーボールができないのよ。一緒にバレーボールやろうよ。えー、あー、落としちゃった。じゃあ行くわよ。えー、あー、だだだだ、あれー、あ、ごめんなさい、ちょっと本当にできないのよ、私バレーボール。よしよしよし、今のとこ順調だね。そうね、うん。何が順調なのよ。いやー、おかんの顔。あー、そういうことね。いい感じに崩壊して順調だね。あれが崩壊じゃん。じゃあ私はちょっとお風呂に入ってくるから、赤坂くん。いい湯だわねー。んー、あれ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 あ
そうね、座ればいいのね、これ。寝る場所じゃねえんだから、お風呂とかは。あ、これでいいのね。うんうんうん。あらららららら。まあ、とりあえずお風呂楽しんどきなよ。はいはい、じゃあシャワーから見ちゃおうかしらね。よしよし、全然セーフだったな。なんかね、この部屋ね、俺が作ったからわかるんだけど、トイレが無駄に多いんだよね。男子トイレ、女子トイレってね、ここ分かれてるし、上にもね、2つあるんだよね、男子トイレ、女子トイレって。こんなトイレいらんと思うしね。ちょ、トイレなくしましょうか。よし、じゃあまず女子トイレをまあなくすっていうか埋めてなかったことにして、でこの2階にある女子トイレも埋めてなかったことにしよう。じゃあこの家にはね、あの男子トイレしかないってことにしましょう。まあ、おかんはね、ああ見えても一応女子なんで、男子トイレにはね入れないはずなんですよ。おかーん、お前、服着たまんまトイレ入ってるんか。あ、トイレじゃねえわ。風呂入ってるんか。あ、お風呂。私、お風呂、洋服を着ながらもちろんお風呂に入るわよ。うん、うん。おい、水で水道代が高なるやろが。じゃあ、お母さん金持ちだからそんな気にしないでしょ。あ、そうね。私は大金持ちだからね、赤坂くん。お前、水道出たら気にしてケチ臭いぞ。あー、申し訳ないわ、赤坂くん。ケチ臭いってだから消すのは。ほら。あー、すいません、すいません。あー、水道代が。なんならもうシャワーも出しっぱなしでいいんだよ。あー、ちょっとシャワーの方が高くなる。ダメ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 。いや、そういえばおかん喉乾いてない？あー、確かにお風呂入ってね、喉が乾いたわ。ちょっといっぱい水あげるからさ、これ水分補給しなよ。ごく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 、これ水分補給しな。ごく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 、うん、ごく。そうそうそう、いいね。赤坂くん何個渡すのかしら。もういらないのよ赤坂くん、もういらない、もういらないのよ赤坂くん。いや、あといっぱいだけ乾いて、あといっぱいだけ、うん、もういらない。赤坂くん、ちょっと飲みすぎておトイレに行きたくなってきたわ。おトイレ、おトイレ、おトイレ。なんだ、あれ、え、赤坂くん、女子トイレがなくなってるんだけども。え、何言ってんの。ん、ちょ、あ、2階にもトイレあるからね。2階にあったのかしらね、女子トイレは。はいはいはい、2階、2階。あれ、私ちょトイレに行けないじゃないの。女子トイレがなくなっちゃってるわ赤坂くん。別に家だから男子トイレに入ってもいい気がするけど、こいつちゃんと守ってんだな、そういうとこ。よいしょっと、よいしょっと。おいお前、お前、お前、あー、見ないで、見ないでちょうだい。ちょっと男子トイレやぞそこは。赤坂、あんなとこに UFO がいない、いない、ダメダメ。あー、漏れちゃう、漏れちゃう赤坂くん、このままじゃ。ちょっと下から聞こえるシャワーの音うるせえな。知らない、あなたが流せたんでしょう。あ、どうすんの、どうすんの。ああ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 、すっきりしたわ。うーん、あ、赤坂くん、赤坂くん、赤坂、ちょっと赤坂、ああ、あ、赤坂、ちょっとどこ行くの。ああ、汚ねえなお前。ちょっと何死んでるのさ赤坂くん。お前、女子トイレ作っとけよこの家に。そうね、女子トイレ作っときましょう。よいしょ、回収してと。いや、意外とバレへんな、もっと攻めてもよさそうやな。じゃあおかん、ちょっとさ、うん、あそこに焼肉セットあるから焼肉しといて、一人で。そうね、焼肉食、赤坂くんはしないのかしら。いや、俺じゃあ焼肉の具材用意してくるわ。ああ、ありがとな赤坂くん。アロハー。アロハ？いや、なんかもうバレなさそうだから、もう2階に登る階段もぶち壊しちゃいましょうか。俺そんぐらいやってもバレない気がする。ペイヤー。そしてここもせーの、ペイヤー。でちょっとカーペットが溶けれてるのはさすがにバレそうだから、カーペット、洞窟なんだ下。カーペットをちょっとあのつなげときましょうかね。よし、オッケー、いい感じでしょう。おかん。あー、なんや。あー、肉用意しようと思ったんだけどさ、うん、全部消費期限切れだった。バカタレ、アホタレ、焼肉のタレ。おかんのように。どういうことかしら、それは。赤坂くん、ちょっと意味がわからないわ。いや、おかんもうね、消費期限切れだから。ガーレガババじゃん。ん、どうした。なんか、あれ、2階なかった、ここ。あれ、階段あったよね。何言ってんのお前。俺ね、ずっと1階で過ごしてるやん。あれ、階段、あ、あ、見た。なんで風呂入った急に。え、あ、おかん、おかん、おかん、ちょっと待って、その前にさ。何。おかんの大好きな、あの、オットフリックスでオラえもんっていう映画があるらしいよ。え、オラえもんあるの。ちょ、見るわ見るわ。あ、ちょっとテレビで見ようかしらね。おお、面白い面白い、オットフリックス面白いわ。ちょっと待って、俺の家ってこんな階があったっけ。こんな階が飾った記憶ないんだけど。
まあ、岡山テレビ夢中だし、ちょっとなんか怪しくない？なんかえすり抜けた。なんかこいつ隠し部屋作ってない？勝手にめっちゃ大金あるんだけど。やったやった、めっちゃ大金ある。なんか赤坂の声が聞こえるな。あ、ん、気のせいか。気のせいかしらね。とりあえずお金あるからちょっとこっちももらおう、もらおうってか破壊しちゃってる気がするけど。よし、じゃあもうこの部屋も封印しようか。よし、オッケー。おかん、ここ何この絵画。あー、これ私のお気に入りの絵画よ、赤坂くん。なんか怪しくない？怪しくないわ。赤坂ちょっとあっちに行ってらっしゃい。はーい。はいはい、それでいいのよ。よいしょっと。あれ封印されてない？あれ私の、あれお金の部屋が、あれ僕は先見込み行くんだけど、どうした？あー、いやいや、何もないのよ、赤坂。いやー、ほんとに楽しいな、人生。お前なんか今、こっから出てこなかった？あー、いやいや、出てない、出てない、バラ、あー、ちょっと。あ、なんもないじゃん。あー、ほら、なんもないのよ、赤坂くん。あれなんでなんもないんだ、これ。あれ、うん、なんかおかしいな。いやー、おかん。あー、どうした？ちょっと、こっち来てよ、こっち。おかちの3、2、1ってカウントダウンしてよ。なに？まあ、いいから、いいから。もう分かったわ。はいはい。3、2、1。ん？ん？ん？あれ？これは夢かしらね。うん。家がなんかなくなって、え？あれ？てってれー！おかんの絵が少しずつ小さくなっていくドッキリでしたー！あれ？小さいっていうかこれ、あれ？最後はね、小さいところか壊しました。私のゴテになってことしてくれるんじゃー。